では判決を言い渡します。立ったままで聞きますか？裁判長、決まりですよ。有罪で。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。なのに法ってやつは不公平だし不完全だ。違うか？皆さんこんにちは。警視庁の制服警察官江原明宏役で出演させていただく三石研です。このシリーズといいますか、龍が如くからの流れは割と俳優業界では有名で、これをやることがある種ステータスになるような感じがあるんですね。特に男優の中では。だからものすごく嬉しかったですね。やっと出していただけるっていう感じで、いつもだと僕ら台本読んでやるときに役に自分が寄っていくんですけど、今回の場合はそっちから僕にこう近寄ってきてくださるような感じで、ものすごくやりやすかったですね。モーションキャプチャーもそうですし、何か向こうの方からものすごくアプローチをいただいてる感じで楽しかったです。江原は物語の序盤で痴漢の罪で告発されるのですが、有罪判決が下されたまさにその時、全く別の場所で同じ日に発生した殺人事件について当事者しか知り得ない情報を法廷の場で発言するという謎に満ちたキーマンです。最初はただのハレンチ警察官と周囲から思われていた江原ですが、物語が進むにつれ謎が明らかになり、その背景が徐々に見えてくると、おそらく皆様から見た江原のイメージも大きく変わってくるのではないかと思います。ご期待ください。